去のことが知りたい。やだー。なんでこの2人のテンションでこの入りはね、毎回はシンプルです。じゃあ、え、終わろっか。終わらない。締める。知りたい。この動画がいいなと思った方。アナウンサーのゆるちゃん、今回はかこさんの一日、休日、休日どんな生き方してるのかなっていうのを見たいなと思います。生き方、基本的にはなんか家でダラダラしてそうなイメージです。あとどうでしょうね。じゃあ見ていきますか。ダダン、します。休日とか私のお休みの日、お休み、うん、うん、こんな感じです。深夜の0時から朝の7時までは睡眠、うん、寝てますね。寝る。え、でも休日に7時に起きるんですか？私何時に寝ても7時から8時に起きちゃうんですよ。2時に寝ようが12時に寝ようが11時に寝ようが。じゃあ基本的に寝坊しないですね。寝坊しない。だから早朝番組じゃなきゃね。うん、例えば10時半仕事開始とかの日もアラームつけない。あ、そう、絶対起きられるから。8時集合とかの時はさすがにアラームつけるけど、うん、10時以降の集合はアラームつけない。へえ。でも寝坊する夢はよく見る。心臓キュッてなって起きるよね。今何時みたいな。そう、月何回か見ます寝坊する夢。アラームかけたらどうです。7時から10時半くらいまでは朝ごはん と、うん、と、まあ、いろんな朝の準備、準備ね、朝の準備。そう、そうそうそう、その日の準備。結構こっからのんびりテレビ見て朝ごはん食べてお洗濯して今日は部屋の掃除して10時半から12時までピラティスして、うん、ピラティスね、ピラティス、マシンピラティス、ハマってます。インスタ載っけてますよね。そう、ピラティスって何やんですか？うん、ピラティスは床でやるのもあるんだけど、マシーン、機械を使ったピラティスをしてて、それは重さの負荷をかけて体幹トレーニング、見た筋肉というよりも内側の筋肉を鍛える感じ。終わった瞬間はもう体軽くて、身長3センチぐらい伸びた気になる。あ、そうですか。12時から14時がランチ、買い物、うん、土日に仕事しているので、平日がまあ、休日扱いとかお休みの日なんですけど、平日の昼間から空いてる友達ってゼロなんじゃない？確かに。だからこれは 150% お母さん。あ、お母さん。一人では行かない。一人でご飯食べられないから寂しくて。ランチは基本外食なんですか？いや、家で食べる時もあるけど、母さんもピラティスしてて違う教室で。お、だから同じぐらいの時間に終わるから待ち合わせて近場でランチして、そのままちょっとお茶したりプラプラ買い物したりするのが定番かな。なるほどですね。まだこれ寝るのね。じゃあつい最近まであのお昼寝っていう概念が人生になかった。どういうことですか？お昼寝をしたことがなかったの、ほとんど。知ってる、お昼寝って超気持ちいいの。それ大体幼稚園とか保育園でやりますか？違う、なかったの。涼しくした部屋でベッドの上でゴロゴロしながらネットフリックスをぼーっと見ながら寝落ちしては、また見て寝落ちしてはみたいな、このお昼寝。あ、超気持ちよくない？私休みの日に涼しい部屋で寝てる、最高っていう喜び。17時から19時、うん、夜ご飯作る、うん、自分で、実家ですもんね。実家だけど、料理するのがストレス発散ですごい楽しくて大好きだから、家族の晩ご飯作ったり、ロケとかが次の日あるとおにぎりとか持って行ったりするので、外にずっと食べる時間なかったりするから、自分でおにぎりとかちょっとしたものを持っていくので作り置き。最近はね、スパイスカレーをスパイスから作るのにハマったり。スパイスから作るんですか？そう、すごいですね。そうするとほとんど油も使わないし、小麦粉も使わないから体にいいんですよ。そして19時からここも幸せタイムなの。まではお風呂、ストレッチ、ゴロゴロ、テレビ、次の日の用意。そう、まあだから自由時間ですね。そう、ここも基本的にソファーかベッドにいます。あとなんか親友が大阪にいるので電話して近況報告したり、結構友達と電話したり。電話とかするんですね、うん、睡眠が7時間でしょ、うん、でお昼寝ネットフリックスで3時間でしょ、うん、ほぼほぼピラティスの1時間以外家の中に住んでるよね。あ、そう、もうなんかね、家が好きなんだよね。お家大好き、ソファーとベッド大好きなんですよ、ね、ちょっと前まではなんかもうじっとしているのが苦痛でしかなくて、休日家にいるのもったいないとか、寝てるなんてありえないと思ったんだけど、大人になったね。大人になったんですか？仕事がある日は割とキュッと詰まってる日が多いので、それを見たいですね。S1 の日？そう、
私 S1 が土日、土日ですか、両方土日、はいはいはい、S1 なんですけど、おずいぶん大雑把に行きましたS1 って土曜日曜深夜またいじゃうから、はいはいはい、ちょっと円グラフが難しいんですけど、すごいざっくり4分割ってあります？1日のスケジュール、そこが土曜日の朝始まって、うん、でここで日曜日に変わって、だからもうここは実質日曜日なんだけど、だからちょっと円グラフが難しいんですけど土曜日から日曜日にかけて、そうそういうこと、まず土曜日の朝木梨の会があり、木梨の会がある、土曜朝6時木梨の会って言ってる通り6時から7時の生放送なので、ラジオですね、そう、大体5時に入るからスタジオに、その1時間半ぐらい前に起きて用意して移動する、オンエア7時までで、その後1時間ぐらいスタジオでのりさんとかスタッフの方々とお話、おしゃべりべちゃ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 して、そのまま取材がなければ一回家に帰ります、はい、この日夜 S1 もあるのでちょっと仮眠したり、うん、S1 で取り扱うもの準備したり、前のオンエア見直したりとか、まあ、お昼ご飯とか、あ、いろいろやってるのに2個しか書いてないわ本当ですまたスポーツの取材とかもその時間にも入ってきますね。そう、取材もお昼、ここもまあ要はちょっと休息タイム、そしてまた16時くらいに大体会社、15時くらい、15時、この例えば大体この本当にあった1日なんですけど、この日はあの野球取材があったので大体17時とか、そのちょっと前にスタジアムに入って、まあ、取材して試合見て、大体試合終わるのが8時とか8時半ぐらいだから、そのまま出社、こっからは S1 の準備したように、土曜日は24時30分から、そうですね、日曜日は24時から1時間の放送をやりの、オンエアが終わったら日曜日は土日まとめた反省会があるので、それをやってると、まあ大体2時過ぎになるかなって感じ、2時前ぐらいに全部終わって、そっから着替えてお家に帰るって感じかな。夜ちょっと遅めから早朝にかけて活動してる感じですか、うん、金土日にギュッと仕事が詰まってる感じなので、確かにサンジャポが金曜日で、そうサンジャポロケが金曜日、土日が S1 か、そう土日 S1 で木梨の会、お休みは月曜日が多くて、うん、うん、こんだけ詰まったら確かになんか休日はねゆっくりしちゃってないですね。そうだから、なんか気づいたら焼けてて、スポーツ取材焼けですか、そうそうそう、スポーツって言ったら外が多いので多分焼けたんじゃないかな、そうですね、明らかに焼けてらっしゃる。さあ、ということで、うん、加古さんの一日聞きましたけれども、はい、まあ、休日もそれから平日も共通して言えるのは、うん、寝るプロですか？なんかね、うん、ゴロゴロしてるのが好き。ゴロゴロね。ベッドと枕とすっごい形のいい猫の人形がいるんですけど、そのこと iPad さえあれば私はずっとベッドにいられます。誰でもそうですよこの動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。